こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。自力で稼ぐスキルがあれば、自由気ままに生きていけます。オーストラリア、アマゾン室を始めるメリット。これちょうどもう最近話題になってますけどね。えー、年金じゃ暮らせないと。年金問題、ね。まあ、年金なんてもらえるので誰が言ったというコマーシャル昔ありましたけど、まあ、年金はね、もう当てにしないでくださいと。まあ 政府も言い出した。それはけしからんということでね、今なんかいろいろ賑わってますけど、ね、その足りないって開き直るんじゃなくて何とかしろと。ただこれ何とかしろったってね、えー、人口は減ってるで。特に労働者人口は減ってる。老人増えてる。ねえー、景気は落ち込んでる。所得は低い。まあはっきり言って打つ手はないです。 まあ、打つ手がないところね。まあ、こそこそとこう、事実を発表してね。もう、あの、お知らせたんだから自動、自助、自助努力ねって言うしかないっていう。まあ、残念ながら、まあ、そういう状態でね。まあ、この2000万の積み立て不足に、えー、ついても、まあ、インフレ率なんか考えてないんでね。まあ、インフレを考えると年金や貯金では老後問題解決しないと。ね、何しろ、所得が低いんで無駄遣いやめて貯金しましょうとかね。えー 景気が悪いんでね、投資で増やしましょうとか、そういう世界じゃない。まあ、本当にもう、えー、打つ手なし。ね。まあ、年金問題とか国の上ですからね、まあ、小出しにしてなんとかね、えー、みんな言ったじゃないって言って責任転嫁してますけど、将棋で打ったらね、もう参りましたと。まあ、投了してる、えー、状態です。まあ、そんなわけでもうね、日本人が安心して長生きするためには、自力で稼ぐ力が必要だと。 何しろ人の寿命よりほとんどの会社の寿命は短い。ね。えー、頑張っていい学校入っていい会社入ったつもりでも、まあいざ定年間際になったらリストラされちゃったとかね。まああるいはそんな長い、先の長い話じゃなくてね、入って数年っちゃったらね、外、え、資、ー、に吸収されちゃって消滅しちゃったと。リストラあっちゃったと。もう全然普通にこれから起こりうることです。で今の日本の人口構造では年金も当てにならない。まあこれは先ほど言った通り。ね。で、 まあ、失われた30年で。同じように世界では失われた30年を経験した国はね、えー、ベネズエラとか、も、ま、う、あ、すんごい状態になってますからね。まあ、いかにその、周りが成長してね、止まってるっていうのは危険なことかというのはね、えー、ひしひしと感じます。ただひしひと私は世界を旅行してるから感じますけど、まあ、日本にしか住んでない人って、まあ、全く危機感はなく、ね。 政治が何とかしろとか、いう論調を見てるとね、なんか、寂しい、寂しいというかね、どうなっちゃうんだろうという気はします。世の中を変える運論っていうのは難しいんですけど、ただ、自分だけ何とかしようと。ね。嫌な言い方ですけど、ま、周りはしょうがないと。とにかく自分だけは何とかしようと。考えるともう自分で稼ぐスキル、特に輸出で稼ぐスキルを身につけるしかありません。 で世界幸福度ランキング。日本は58位。ね、もう先進国中最低ランクです。ね、前途多難な,な、こんな日本。日本人の未来も輸出ビジネスに目を向ければ明るい材料があります。何しろ。日本には輸出をすれば儲かる商品はいくらでもあります。ね、オーストラリアへの輸出ビジネスにチャンス到来。人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。 シドニーで暮らしていた私は、オーストラリア人の豊かさ、彼遣いの荒さがわかります。しかし一般的な日本人は、オーストラリア人の消費力を低く見積もりすぎています。何しろオーストラリア、ボクシングデー明けの、えー、クリスマス明けのボクシングデーのセール、一日だけで売り上げが2000億円も上がる、そんなおっきな市場です。そしてなんと、ね、 え、金持ちの国、スイスを抜いて、今やオーストラリアが世界一の金持ち国になってます。そんなわけで、オーストラリアには、どこの都市の港に行っても、クルーザーは繋いであると。ね。アデレード、メルボルン、ホバーと。シドニーはもちろん繋いでありますし、またね、このクルーザーを持ってる人がたくさんいるのみならず、シドニーなんて大してあったかくもないのに、 めったに入らないプールを持ってる家がたくさんあります。しかもこれね、別に豪邸じゃないんですね。普通の、まあ日本の感覚で言ったら多少でかいですけど、まあ普通の、えー、100坪もないような家に、えー、こうプール付きの家がポンポン並んでるという感じです。まが、あ、つかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にあると。過去27年間、景気交代したことがないオーストラリア。過去27年間、 不景気しか知らないい日本とは消費マインドが違います。そんなオーストラリアアマゾン3年後の売上予測は7兆8000億円これ経済研究所の予測ですけどオーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろうとオーストラリアアマゾン2022年の売上予測6兆2400億円から7兆8000億円 もう日本のアマゾンの7倍の規模です。そんなオーストラリアで高く売れた日本製品。まあ、例えばこのプラモデルの部品、ね。ちっちゃな部品ですよ。1600円で買ったものが、なんと110ドルで売れてると。ね、110ドルって8000、9000ぐらいですね。もう5倍以上で売れてます。オーストラリアアマゾン輸出は今すぐ始めた方がいいです。日本やアメリカアマゾンとはライバルの数も全く違います。 例えばこれ、ねえー、去年のホリデーシーズン、オーストラリアだったらボクシングデで,、ね、で、売れた任天堂スイッチ o s w アメリカのアマゾンだと出品者が161名います。そして日本のアマゾンだと出品者が151名。 アメリカの何分の1かの規模しかないのに、日本とアメリカって同じぐらいの出品者がっていう、日本はどんだけねあの競争厳しいんだって感じですけど、一方、日本よりはね市場の大きなオーストラリア、このスイッチを売ってた人が何名いたか。13名。一桁違いますね。明らかにえ競争がないと、少ないというのがオーストラリア市場です。 あなたが今すぐオーストラリアアマゾン出を始めるべき3つの理由。1つ。アマゾンは実績重視。新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。アマゾンは取引実績がたくさんある出品者が好きです。取引実績がある出品者は出品可能。しかし,出品し、新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。これ最近もね、相談でありました。 これなんであの私は売れないんでしょうと。日本アマゾンでは、えー、売れます。オーストラリアアマゾンでは売れません。でオーストラリアアマゾンの出品者は減ったものの売ってる人はいます。これはまさにこのあらかじめ一定の基準をクリアした人には売らせ続けるけど、そうでない人はね、販売許可を取らないともう売ってたものもストップだという形になってます。だからね、早めにもう販売許可が不要なラインまで売っちゃっておくのが一番です。 まさにこんな感じですよね。以前は出品できた商品。以前から販売した人はそのまま販売可能。で、販売実績が足んないと今回の商品についてはもう止まっちゃってます。ただ販売実績足りてる人はそのまま売ってます。で、新規出品者は書類が必要。もう,だもうほぼ実質出せないというような感じですね。つまり、オーストラリアアマゾン室は、今すぐに始めた方が商品探しが楽です。それから、初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。 ちなみにこれね、証拠を出せという形で、今、オーストラリアアマゾンから連絡来た場合は、証拠を出せなくても、特段その商品が売れないだけです。ただし、日本アマゾン、あるいはアメリカアマゾンで同じことをやって証拠を出せと言って証拠を出せないとね、2、3個証拠を出せない商品があると、アカウントがサスペンド、あるいは削除される可能性が非常に高い。同じことをやっても、それだけの違いがあります。 3つ目、ね去年の12月26日のボクシングデーのキャンペーンで利用者が増えました。購入者が増えてます。また、ね今年の半年ちょっと先のボクシングで向けてまた購入者が増えてきますし、まこれから商品を探してねどんどん売っていけば、その 売れ行きはどんどん良くなっていくと。あれ、あんまり売れないの。オーストラーアマゾンすごくたくさん売れるんじゃないですか。日本の7倍の規模じゃないんですか。という形でね、えー、ちょろちょろ始めても、ま,あ、まだね、えー、ちょっと利用者少ないし、システムも十分じゃないんで、えー、売り上げは日本の7倍には全然到達しないです。ただ3年後にはもうほぼ7倍はクリアするだろうという予測されてますし、私もその通りだと思いますんで、まあ、何ヶ月も経っていくうち、あるいはね、半年1年経っていくうちに、 今までね、同じ商品5個10個しか売れなかったのが、えー、10個30個売れるようになった。あるいは50個100個売れるようになったということが起こりますんで、まあ、下りエスカレーターの日本で商売するか。あるいはね、上、えー、りエスカレーターの成長高いのオーストラリアアマゾンで、えー、商売するか。ねまあ、商売っていうか副業ですね。副業から始めても本業より稼ぐことができるチャンス。これがオーストラリアのアマゾン室です。まずは、 ここをクリックしてオスしたらア m a z o n 室サポート申し込むページを見てください。サポート費用とか、他にどんな商品が高く売れてるなんていうのを案内してます。また今これね、YouTube の動画でご覧になっていて、動画ここ何も押せないじゃんという方はね、動画説明欄に URL がありますので、そちらの URL をクリックして Amazon 室サポート申し込むページを見てください。日本人は輸出で稼ぐスキルを身につける必要があります。以上。 アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした。